磯波は、海上自衛隊の護衛艦。綾波型護衛艦の二番艦。艦名は、磯に打ち寄せる波から由来し、この名を受け継いだ。日本の艦船としては、上風型駆逐艦、磯波、吹雪型駆逐艦、磯波に続き三代目にあたる。磯波は、昭和30度計画1700トン型警備艦1604号艦として、 新三菱重工業神戸造船所で1956年12月14日に寄港され、1957年9月30日に浸水、1958年3月14日に収益し、横須賀地方隊に直轄艦として編入された。1958年3月31日、横須賀地方隊第8護衛隊に編入。 同年10月25日、第8護衛隊が第1護衛隊軍に霊下に、編成がえ、1962年から1963年に、かけての特別修理工事の際に、装備の近代化工事が実施され、未装備であった、電波探知装置ノールマイナス1が水に装備、捜索ソナーを、オークスマイナス12へ、攻撃ソナーを、オッキマイナス2へ乾燥。 1964年12月24日、試運転のため、横須賀を出港、農務のため郊外で、リベリア戦績のタンカー、オリンピック、グレースの選手が、左限交部に衝突し、損傷した。1966年3月、五パンの爆雷投射機2機、爆雷投下機場2乗が撤去され、可変振動式ソナーオカマイナス 1A を装備。 1972年には単魚雷落ち射機が撤去され、68式3連装単魚雷発射艦を2機搭載する、対戦攻撃能力強化工事を実施。1975年6月13日、第8護衛隊が廃止となり、練習艦隊第1練習隊に編入、低傾向が呉に転積。1976年には、 護衛艦籍のまま練習艦への改装が実施され、4連装長魚雷発射艦を撤去し、実習員行動が新設された。1983年3月30日、練習艦に種別変更され、艦籍番号が TB-3502 に変更。1987年7月1日、両艦の式並みと共に除籍 1988年、江田島造船所で、実艦標的として使用するための準備作業を行い、大艦誘導弾の標的として、海没処分。ありがとうございます。